この間シンバさんのライブに行った時の話なんですけど、その時に誘った友達が当日に急遽来れなくなってしまって、私一人で来たんですよ。でそしたらその会場に行ったら自分と同じように一人で来ている女の子を見つけて、よく見てみたら小学校の時の同級生で、でえって思ったんですけど、会ったのがその小学校卒業したぶりぐらいだったんで、すごい驚いちゃって、その時に再会したんですけど、それなんかその時小学生の時からお互い音楽とかライブとかがすごい好きで、音楽の話よくしてたんで、すごい話しててなんか懐かしくなっちゃって、でなんか今でも変わらないんだなって、今でも同じ趣味を持ってるんだなってすごく嬉しくなりました。で結局その後も話で盛り上がって、今度一緒に慎吾さんのライブに行く約束しちゃいました。